で、さらに言うと、先日過激派が主張する脱原発サウンドデモというのがその先陣を取りました。中核派とか核マル派とかいうとんでもない暴力集団です。小包み爆弾で、女性や子供をバラバラに吹っ飛ばすような殺人事件を起こしております。そういう連中が脱原発サウンドデモというのを主催して、こちらで太鼓、ドラムを叩いたりエレキギターを弾いたりしてバカ騒ぎをやっておりました。彼らもですね、実はああいった中核派の人たちというのは田原総一郎とか鳥越俊太郎と同じような世代なんですよ。神奈川と同じような世代なんです。つまり学生運動をして騒いでた1960年代や70年代に大学でバリケードを張って騒いでた中核派とか核丸とかというああいう暴力集団の人たちはもう60代とか70前後なんですよ。だから高齢化が進んでてもう活動なんてできないんですよ。じゃあ先日6月11日にこの県人の前を通った脱原発サウンドデモに若い人いたんじゃないかと、そういう声も確かにあります。確かに日本人の若者も、テレビ等を見て、参加した方もいるかもしれません。しかし中には、在日韓国朝鮮人の方も参加してたんです。でさらにですね、まあそういうことです。だからとにかく考えないといけないんですよ。そして最後になりますけども、原発問題、原発問題を考える上でですね、重要なことがございます。原水金、原水爆禁止日本国民会議というのがございます。これは、ノーベル賞作家の大江健三郎とか、ミュージシャンの坂本龍一とかですね、宗教家の瀬戸内寂聴とかっていう、著名人が担当者になっているんですけれども、この原水金が、9月中に日本中の全ての原発を全部廃炉にしてしまおうという1000万人署名というのをやるそうです。これは皆さん絶対に署名してはいけません。この原水金、原水爆禁止日本国民会議というのは中国のウイグル地区シルクロードで広島の原子爆弾の1375発分の核実験をした中国共産党とズブズブの関係にある組織です。中国の核実験のことやウイグル人虐殺のことなどは絶対に不要とはしません。非常に二枚舌の団体です。9月19日にはこの脱原発サウンドデモというのが 脱原発の原水金は、原水金、原水爆禁止日本国民会議は9月19日に日本中の全ての原発を廃止するための5万人集会というのをやると、歌っておりますが、これにも絶対に参加してはいけません。結局は中国や韓国の国益になるだけです。日本の原発が止まれば日本の失業者が増え、それでなくてもこの暑い中熱中症で亡くなる方が増えております。たとえ脱原発をするにしても徐々に自然エネルギーに推移していくというならまだ話は分かります。急に火力発電にしたりすれば CO2 が出て中国から排出権取引を買い、私たちの税金が大量に中国に流れていくことになります。ですから脱原発を叫ぶんであればなぜメタンハイドレードのことを言わないんでしょうか。日本海にはメタンハイドレードが大量にあります。メタンハイドレードは燃やしても CO2 は出ません。ですから中国から排出権取引を買う必要もありません。だけどなぜか脱原発サウンドデモの人たちは火力発電や風力発電、地熱発電のことは訴えるんですけれども、なぜかメタンハイドレードのことを言わないんです。非常におかしいと思いませんか。メタンハイドレードで日本はですね、中東から石油を買わなくても済むようになるんです。大量の資源が日本海にはあるんです。で実際問題、中国や韓国が尖閣諸島や竹島で日本に対して侵略行為を行ってくるのは
半分にメタンハイドレードを狙っているという部分がございます。そういったことをきちっと NHK もテレビ朝日も伝えようとはしておりません。これは非常におかしなことです。事実を知るためには私たち自分自身が主体的にインターネットで調べなければなりません。残念ながら事前に移行したとしても相変わらず変曲と変曲、歪曲報道は続くことでしょう。ですからインターネットが使える若い世代の皆さんはぜひ Google で民主党の正体で調べてみてください。長野政界リレーで調べてみてください。中国の核実験で調べてみてください。マスコミの正体で調べてみてください。いかに私たち国民が、一般国民が事実が照らされてないかということに驚くはずです。そしてインターネットを使えないお年寄りの方はぜひ、お子さんやお孫さんにインターネットの使い方を教わってください。多少ストレスになってもやっぱり知るべきことは知らないと大変なことになると思います。これ以上テレビや新聞の世論工作によって選挙の票が左右されるようなことがあってはなりません。国民がきちんと調べて選挙で投票しなければ民主主義とは言えず、テレビに支配されたファシズムになってしまいます。こんなことをこれ以上許してはいけないんです。